アランジアロンゾとは、姉妹である、斉藤絹代、四村陽子の二人による、オリジナル雑貨作成ユニット名。その商品のブランド名でもあり、社名でもある。数々のオリジナルキャラクターの作家として知られており、可愛くてヘンテコで、かっこよくてバカバカしくてちょっと怖くて間抜けでなごめる、作風で、若い女性と子供に人気がある。在籍の文具メーカー倒産後、 ポストカードやアクセサリー作成を手始めに、1991年に、大阪府で有限会社アランジアロンゾーを父親と3人で、設立。1993年に、ベネッセコーポレーションの出産育児雑誌、卵クラブ、ひよこクラブのキャラクターをデザインしたことで、活躍の場を広げ、愛、地球博の森蔵とキッコロのデザインで、ファン以外にも知られるようになった。 大阪市中央区南千葉に直営販売の本店を持ち、札幌市中央区、東京都渋谷区、福岡市中央区、東京都墨田区にある東京スカイツリーの東京空町4階に直営店がある。各店舗オリジナル商品が展開されているが、中でも東京スカイツリータウン空町店には限定商品がたくさん揃っている。名古屋市中区に直営店。 広島市中区にフランチャイズ店が存在した。日本全国に商品を取り扱う販売店があるほか、アランジキャラバンという移動店舗が各地をめぐる。海外では台湾台北市にフランチャイズ店、フランス、オーストラリア、アメリカ、カナダなどに商品を扱う店舗がある。また2014年7月には台湾の台南市にアランジホテルを開業した。 ちなみに中国語では、アランジをアーキラはじめと表記する。旧大和銀行のキャラクター通帳のデザインも担当していた。通帳には、お金が貯まる、はははは,はと笑いながら、札束を足掴みにするパンダのイラストで、これまでの銀行通帳のイメージを打ち破った。2003年には、作成キャラクターのカッパが、カッパエビせんの CM に出演していた。2009年に、 東京草原社では文庫創刊50周年を記念したフェアとしてアーサー・コナン・ドイルの失われた世界の特別バージョンのカバーの文庫本が4月より1年間販売された。他多数のキャラクターが存在する。ありがとうございます。